ここは民間の介護教室。転職、再就職を目指している人たちが学んでいます。介護、建設、製造、IT 分野の職業訓練を受講する方で一定の支給要件を満たすと、訓練期間中毎月7万円の給付金を受け取れる制度があります。それが秋田県特定職業訓練促進給付金制度。つまり転職、再就職へ向けて学びたいという意欲を県が応援しているんです。ということで、今回は介護分野の訓練の様子を少し覗いてみよう。訓練生たちが高齢者役とサポート役に分かれて介護の現場を体験しているよ。介護福祉士を目指すっていう研修になりますけれども、基本的な知識から始まって実技を学んでいくというようなところで、半年間の研修というふうになっております。研修を受けてみてどうですか？内容が濃くて、介護に場に行って学ぶってことがすごい今楽しみにしているところです。知識だけでなく心構えとかをきちんと学んで活かしていけたらなと思っています。介護室で働くためにいろいろとこう覚えておきたいなというのは期待しています。みんな充実した訓練期間を過ごしているみたいだね。このように職業訓練では専門的な知識や技術を3ヶ月から半年くらいの期間で集中的に学ぶことができるんだよ。では最後にもう一度おさらい。給付金の支給対象は介護、建設、製造、IT 分野のいずれかの職業訓練を受講し5つの支給要件を満たした方。詳しい申請方法はホームページまたは電話で確認・相談してみてね。